観光地満足度ランキングの東北版で、秋保が2年連続で1位に輝きました、アクセスの良さや、若者にも人気の新たな観光スポットの増加が、背景にありました。自然の良さというか、そういうのが良かったかなと、意外とバスとかがあの乗りやすいというか、使いやすかったので、あの困ることもなく。 仙台から近かったので、一日でいろいろ回れそうだなっていう旅行雑誌、ジャランが、東北に住むおよそ1000人に、去年行った観光地でもう一度行きたい場所を聞いたところ、秋湯が2年連続で1位に選ばれました。仙仙台台市市内にある観光地地とということで、かかなり街ら行きやすく、 市街地で遊んでから夜、秋冬というところもできますので仙台の市街地から車やバスで30分ほどとアクセスがよく、秋冬大滝など豊かな自然のほか、田尾や秋冬など新たな旅館も誕生し、県外客を中心に人気が高まっています。他にも2022年 にもですね、あのカフェスポットがオープンしていたりだとかあの、いろんなお店がオープンしておりまして、本当に毎年、あの進化を続けているっていうところがあの、やはり大きな魅力になってくるのではないかなと考えております来月下旬には、アメリカのクラフトビールメーカー、グレートデーンブリューイングが、レストランを併設した醸造所をオープンさせる予定です。次々に観光スポットが誕生し SNS を中心に、若者からの人気も高まっていますブルーアリーとかですね、今後もあのどんどん新しい店舗だとかですね、楽しみ方、過ごし方というところがあの拡充されていくのではないかなと思っておりますので、ますます魅力はあの増えていくばかりではないかなと感じております。